はあ、雑用仕事も一段落ついたし、コーヒーでも入れようかな。うわごめんね、鼻にすすが入っちゃって。ビビアさん、いたんですか？うん、ずっとね。いるなら声くらいかけてくださいよ。びっくりするじゃないですか。そうだね、ユウマくんが嫌じゃないなら次からはそうするよ。嫌じゃないのでお願いします。私に話しかけられても嫌じゃないなんて、ユウマくんは優しいね。でもさ、なんでいつもそんな狭いところに潜り込んでるんだろうね。そこ落ち着くって言ってましたよね。でも普通にソファーとかベッドの方が良くないですか？ああ、もちろん体へかかる物理的な負荷や数値で表せる快適さではそうだろうね。でもここにいると思い出せるんだ。思い出せるって何をですか？さあ、何だと思う？ビビアさんが暖炉の中にいると思い出すこと。何かいい記憶ですか？ああ、そうなんだよ。私は幼い頃、両親によく言うことを聞かないからと物置に閉じ込められていたんだ。ここにいるとその時の記憶が蘇るんだよ。え？閉じ込められてたって全然いい記憶じゃないじゃん。むしろトラウマになりそうですけど。うん、私にとってはいい記憶なんだ。私は兄弟が多くてね、両親の愛に飢えていたんだよ。だからどんな形であれ、両親が私に時間を割いてくれたのは嬉しかったんだ。そうですか。そうだ、ユウマくんもよければ一緒にどう？背中が痛いのにさえ慣れてしまえば、なかなかどうして悪くないよ。いえ、遠慮しておきます。キャッキャッキャー、ご主人様とビビアとの絆が深まったね。ビビアさんと二人きりにもだいぶ慣れてきたな。そういう人だと分かったら沈黙も気まずくないし、無理に喋らなくてもいい分、他の人といるよりも気楽かもしれない。ああ、いつか死にたい。え、何ですか、いきなり。あれ、声に出てた？ええ、思いっきり。ああ、ごめん、驚かせちゃったね。次からは声に出ないように気をつけるよ。いや、独り言は別にいいんですけど、内容が物騒なので。でもビビアさん、たまにそれ言ってますけど、いつかってどういう意味なんですか？ん？どういう意味って？だって人間って誰しもいつか死ぬじゃないですか。早く死にたいだったらわかるんですけど、いつかってまるで死ねない人の言葉みたいっていうか。あ、もしかしてビビアさんって本当に死なない体質だったり、だからいつか死にたいだなんて違和感のあることを言うんじゃ。え、まさかの不死身属性？素敵な推理だね。まあさすがに違いますよね。さあどうだろう。
どうって。でも死なないだなんてまるで物語みたいだね。とてもロマンチックだ。ユーマくんは永遠の命を手に入れたら何かしてみたいことあるかい？永遠の命を手に入れたらしてみたいこと。世界中の人と話してみたいですね。一人の人間が一生のうちに話せる人数は限りがあると思いますけど、永遠の命があったらそんなこともできるのかなって。素敵だね。まあある人数を超えたら累計化できて退屈してきそうだけど、他にはどうだい？他に？僕が永遠の命を手に入れたらしてみたいことは、特に思い浮かばないですね。意外に早かったね。早かった？人間の欲望にそこはない。そんな風に言う人がよくいるけど、でもそんなことはない。何事にも終焉、そこはあるんだよ。ユウマくんが今特にないって言ったみたいにね。いや、今の僕のはただ思い浮かばなかっただけですけど。でも結局いつか欲望は尽きるんだよ。欲望が尽きる前に死ねるように人間には寿命があるんだ。はあ。それなのに永遠の命なんかを手に入れたら大変だよ。初めは楽しいだろうけど、いつか、でも絶対に何も欲しくなくなる。そして全てに飽きた時、人は決まって思うんだ。いつか死んでみたいって。全ての欲望がなくなった瞬間に死にたいという最後の欲望が生まれるだなんて。よくできた話だよね。そうですかね。あれ、でも待ってください。今の話だといつか死にたいなんていうビビアさんはやっぱり不死身ってことになりません？ユーマくんがそう思いたいならそう思っていてもいいよ。いや、そういうことじゃなくて。今日はここまでにしておこうか。そろそろ私は本の世界に帰らなくちゃ。煙に巻かれたのか、単にこういう人なのか、それすらもわからない。いつかビビアさんと仲良くなれる日は来るのだろうか。キャッキャッキャー、ますますご主人様とビビアとの絆が深まったね。ビビアさん、コーヒーでも入れようと思うんですけど、よければビビアさんもどうですか？コーヒーか。それも一興だけど、今はそれよりも重大な問題があるんだよ。重大な問題ですか？今私の体内では大きな獣がそれ以上の大きさで方向を開けている。私は、いや、人は誰しもその獣を倒すことはできない。何の話ですか？私たちに与えられた選択肢は、奴の望みを叶え共に生きるか、奴に殺されるか、その二つに一つ。私は今
奴の欲望を無視したせいで心臓を潰されかけている。だから何の話ですか？お願いだ、私を助けてくれ。助けるも何も。いや、ビビアさんに聞いてもまともに答えてくれなさそうだ。自分で考えてみるしかないね。体内の獣、そいつの欲望を無視したせいで心臓を潰されかけているか。ビビアさんが言っているのは、もしかしてお腹が空いているんですか？そう言い換えることもできるかな。なら初めからそう言ってくださいよ。昨日から何も食べていなかったら一歩も動けなくなってしまったんだ。パンか何かをもらえると嬉しいんだけど。ありがとう、ユーマくんのおかげで助かったよ。それは別にいいですけど、なんで食事を抜いてたんですか？丸一日何も食べないだなんて体に悪いですよ。なんで食事を抜いていたか、か。例えば立派にそびえる山脈を見たら、多くの人はいつか登ってみたいと思う。しかしそれを実行に移すものは少ない。これで伝わったよね？いや、全然ですけど。まあそれならそれで構わないよ。僕が構いますよ。ビビアさん、教えてくれる気ないみたいだ。それじゃあさっきみたいに人が山に登らない理由を考えれば、なんで食事を抜いていたのかわかるのかな。まったくもう手間がかかるな。いつか登りたいと思っても人が山に登らないのは。面倒だからですよね。まあそうといえばそうかな。面倒だから丸一日も食事を抜いたんですか？物草にも程があります。っていうかビビアさん、さっきから言いたくないことを言うときにわざと文学風にしてません？そうかな。人間は誰しもが考える葦ではあるけれど、それを自覚したときに初めて。図星じゃないですか。キャッキャッキャー、ますますご主人様とビビアとの絆が深まったね。うん。何を読んでるんですか？ん？急にどうしたの？いや、珍しくビビアさんが笑ってたので、どんな本なのか気になってしまって。なるほど、どんな本なのかか。タイトルを言ってもわからないだろうから、ジャンルで言うと幻想文学かな。幻想文学？まあメジャーなジャンルじゃないからね、知らなくても無理はないよ。幻想文学の定義には諸説あるんだけど、私が好きで読んでいるのは、幽霊や悪魔が出てくる自然界の法則では考えられない神話的な世界を描いた物語かな。はあ、全く面白そうに思えないね。音楽を好きすぎる人が何周もして一般人には全然わからない音楽を聴く感じだろうか。どうかな、
興味があったら貸すよ。ぜひお願いします。ゆうまくんは優しいね。でも大丈夫だよ、全然興味がないのは分かっているから。そんなことはダメだ、はっきり言わないと。すみません、遠慮します。そんなにかしこまらなくていいよ。 99% そう言われると分かってたから。そもそもあまり広く読まれるべき本でもないしね。でもなんだか意外です。意外？私が幻想文学を読むことがかい？ビビアさんがっていうか、探偵が読むことがですかね。なんていうか、探偵っていうとやっぱり論理的なものを好むのかなって。話の内容が論理的じゃないと気持ち悪く感じたりしないのかなって。俺様ちゃんは字を読むだけで気持ち悪くなるよ。いや、むしろ私は論理で割り切れない話の方が好きかな。そうなんですか。論理的じゃない物語は気持ち悪い。もし君もそんな風に感じるんだとしたら、もしかしたらゆうまくんは全ての謎は解かれるべきって考えを持ってるのかもね。全ての謎は解かれるべき、考えたこともなかったですけど、もしかしたらそうなのかもしれません。ビビアさんは違うんですか？私は解かれるべきじゃない謎というのもあると思う。例えば UFO や超常現象なんかがそれに当たる。多くの人がロマンを抱いているのに、実はただのなんとかでしたなんてナンセンスだよ。それに幼少の記憶が揃って美しいはずはない。でも無垢であるのは間違いない。時という名の川があるのなら、きっとそれはひどく濁っていて。また始まった。きっと言いたくない話なんだろうな。でも全ての謎が解かれるべきではないって、なんでそんな風に思うんだろう。そこにビビアさんの秘密があるのかな。キャッキャッキャー、ますますご主人様とビビアとの絆が深まったね。ビビアさん、どうしたんですか？また幻想文学を読んでいたんですか？いや、ミステリーだよ。たまにはこういうのもいいかなと思ってね。へえ、そういうのも読むんですね。柄じゃないよね。探偵がミステリーを読むっていうのは本来ベタなんですけどね。それで久しぶりのミステリーはどんな話なんですか？そうだね、ゆうまくんになら話してもいいか。僕にならってどういう意味ですか？主人公は真面目な探偵見習い。そんな彼が調査することになったのは、とある少女の依頼。少女の母親が変死を遂げたんだ。誰がなぜ母親を殺したのか、探偵見習いは必死に調査に励む。真実を求める、少女のためにね。しかしその先に待っていた真実はとても残酷なもの。母
母親を殺したのはその少女自身だったんだ。え？わお、サプライズ！少女の何気ない行動が彼女の無自覚のうちに母親を無残な方法で殺していたんだ。いわゆる不慮の事故ってやつだね。果たしてこの謎を解いていいのかどうか探偵見習いは悩んだ。こんな残酷な真実を白日のもとに引きずり出す意味はあるのだろうか。一般的な価値観では一人胸に秘め黙っているべきだろう。痛い気な少女にお前が母親を殺したんだなんて告げる必要は1ミリもないからね。しかし依頼人の少女は誰よりも謎が解かれることを望んでいた。自分が犯人であることなんてつゆ知らずにね。どんな残酷な真実でも求めるべき人には与えるべきだろうか。優しい嘘は本当に優しいだろうか。結局探偵見習いはどうしたと思う？いや、ユーマくんならどうする？僕なら？どうしましょう。難しいですね。ね、本当に難しいよね。それで結局その探偵見習いはどうしたんですか？そうだね、人間の細胞は入れ替わる。古きは消え新しきものは古くなる。それなら生まれた時の私と命を落とす時の私は果たして同じ人間と言えるのか。あ、またはぐらかして。続きは自分で読めってことですか？さあどうだろうね。そんな最後の方まで教えておいて結末は秘密だなんて。いや待ってください。もしかしたらさっきの本の話って本当はビビアさんの話ですか？ん？なんでそう思うの？この前ビビアさんは言ってましたよね。全ての謎が解かれるべきではないって。もしかしたらさっきの体験をしたからそんな考えを持つようになったのかなって。確かに筋は通るけどね。どうだろう。はぐらかさないでくださいよ。だから言ったでしょ、私は全ての謎が解かれるべきだとは思ってないって。今の話が本のそれなのか私の体験なのか、それだって同じだよ。それじゃあ私は別の本の世界に行くことにするよ。結局どっちなんだろう。それにさっきのがビビアさんの実体験だとしたらなんで僕に話してくれたんだろう。ビビアさんなりに自分のことを知ってほしいと思ってくれたんだろうか。それだったら嬉しいけど、うん、それも解けない謎ってやつか。キャッキャッキャー、ご主人様とビビアとの絆が最高に深まったね。よかったねご主人様。俺様ちゃんも嬉しいよ。